では FC 岐阜ホーム最終戦ということで、蛍一度応援しに来ました。蛍が出れば勝てる3曲目 FC 岐阜の応援ソング勝手に作ってきて今からやっちゃうんで、よかったら楽しんでてください。お願いします。それじゃあ始めさせていただきます。よろしくお願いします。ポーチャルです。 FC 岐阜の皆さん、こんばんは、こんにちは。今日は最高のボルテージでこの会場を盛り上げてみせます。よろしくお願いします。Everybody! 盛り上がるじゃないですか。 Yeah.
関しての方すごいと思います。ただですね、僕らも、今日のこの FC リーグのこの最高のイベントを僕らの力で何としても盛り上げたいという気持ちで来ております。皆さん力を貸していただけますでしょうか。力貸してほしい。もっと力貸してもらえますか。それじゃあみんなで音楽に乗せて楽しく体を揺らして踊っていきましょう。
僕らも最高楽しいです。ありがとうございます。僕ら、FCF にとってはとても新参者というか、僕なんかが言うことじゃないのかもしれないですけれども、ちょっとリーグの、勝ち取ることができなかったとのは聞いております。ただ今日試合あるじゃないですか。これ何のためにやってんだと、ちょっと正直人の弱い部分が出たらそう思っちゃう瞬間もきっとあるはずなんですけど、でもきっと僕は思うんですけど、結果どうであれ意味のない試合なんてないと思うんですよね。だからここにこうやってみんな集まって今日試合見に来たと思うんですよ。だからこの今日のこの試合、この一勝、僕ら本気で勝ってほしいと思って今日ここにやってきております。多分それはみんなと一緒だと思います。なんで最後ここラスト1曲なんですけれども、みんなで力を合わせてここを盛り上げて選手に届けてあげようかと思うんですけど、力足りないですか。みんなで今日勝ち取ろうぜ。チャレンジャー。雨ね打たれ、もうどうしようもないこと濡れて、今を逃げ出したくなる、だけど待てたくない、諦めたくはない、自分に負けたくない、その気持ちが最初の一緒だ。ありがとう。きっと今日勝てるよ。そんな気がする俺は。